今のがある。これだ。トースター？こいつは私が30年の月日を経て開発した人工知能搭載のトースターだ。トーストの出来上がりを音声で知らせてくれて、同時にトーストが飛び出すのだ。飛び出すなら音声はいらないと思うけど。トーストが飛び出す前に伝えてくれないとびっくりするだろう。ミサイルも横なしに撃つのは人手なしだ。見ていろ。1。どうやら調子が悪いらしい。うん、ネジの頭に30年前のピーナッツバターがついている。 それで招待したんだな。ネジのそこら中にあるじゃない。それではダメだ。これは1マイクロメートルの誤差もないほど正確なネジだ。かつて日本の技術力を象徴する電気街だった地秋葉原で見つけたものだ。じゃあどうするの。問題ない。あの街なら古いものは全てそのまま保管されているはずだ。日本の経済成長は何十年も止まったままだからな。早速秋葉原へ向かうぞ。冒険の始まりだ。ここどこなの。 わしの古い研究所と秋葉原を直接つなぐ異空間ルートだ。このトンネルを使えばあっという間に秋葉原に行ける。隠れるモーティー。何あれ。日本の妖怪だな。おそらく秋葉原からやってきたんだ。秋葉原ってあんなのがいる場所なの。日本屈指の摩窟、奈落、スラム街と異名がいくつもある。恐ろしい場所だ。そんな地獄みたいな。秋葉原はまさく地獄のように素晴らしい場所だ。さて進むぞ。